アスルーさんと武藤先生いたら手を挙げてもらってもいいですか。あ、やってる。あ、ごめんなさい。え、あん、え、そこは入るんでしょ、そのまま。はい、武藤先生。あ、アスルーさん、今こっちの方に来てくれますんで。え、今これ、待ってね。これ次入るじゃん。だその次入るから、またその都度、呼び出しをしますんで、じゃんけんで、ワンピース2だけ先に決めておいてもらっていいですか。さあ、東亜兄弟、あ、入れちゃってる、もう誰か使えよみたいな。さあ、東亜兄弟第一本取ってるのはラグナー、真ん中兄弟はまだ、あ、これ決まりそうですね。さあ、真ん中兄弟 はバルガンの街。そうしたら、チキさんと、天使アイテルでは真ん中状態、真ん中状態でお願いします。いや、あ、いや、多分ね、開くから、どっちか開くから、はい、そしたらね、隼人君と的さんあ、じゃんけんで 1P2P だけ決めておいてください。さあ、ドラ兄弟の方では禁止の状態から荒くねが楽にスタート。さあ、表格通ってラグナはバーストないので、これはコンボを見せなければ決まってしまいそう。さあ、ロック C 決まってチームが入る。さあ、ラクネ取り返して最終ラウンド。人間とは何だ。まずはマイステップ、いや、今のは新店員かな、前に出て戻ってという。さあ、 6D を置いておいて蹴りは出さない。タッチタイプダイブのところでバス発動。さすがにあのパーセンテージ危ない。さあ、下段はしっかりガードして残影空対空残留でこれで 60%。 さあ、テイクダッシュ突っ込んで走る金 2D が揃って画面足前でやっしっかりガードして下段が取って昇竜から叩きつけ、ダブルダウンからしっかりテーブルを決めて、ここはベルズから押し攻め中心 2C で逃げていく。ナイス、2段目当たらない。ジャンピコルセッツ 2D が当たってラグインが発動ないわ。さあ、ここは勝利を見て一旦後ろ下がる。存在判定が残っているが、これはどうなんでしょう。タッチビーヘルズからザンディベリアル、これはまだ決まらない。ラグイン状態、さあ虫引っかかるがコンボに行けない。ディムシ引っかかって、これはさすがにラグナさんといえどもまだ死なない。さあ、しかしラグナライフと怖い場面、攻めるラグナどうする。さあ、ラグナウタカブスで西へパンシックが当たらず、勝ったのはコースラグナ。それでは颯君と的さんでいいのかな、うん、あの同僚兄弟の方でお願いします。あ、ごめんなさい、そうですね、先にそっちだったか。ネルさんいますか。はい、マスクザレッドがいますんで、ここももう声かけて